はい、こんにちは。レクセンにコーチの矢島です。本日はですね、このね、2019年の5月に、まあ、新しい司法試験のパンフレットが、まあ、出たんですけれども、まあ、こちらの、ね、中に入っている私の、ね、講座の方のちょっとご案内を簡単に、ね、しようと思ってこちらの動画を上げさせていただいております。で、今日ですね、こういう動画を、まあ、見られている方というのはね、おそらく、まあ、これからどういう勉強を、ね、していいのかどうかっていうことを迷っている方が、ね、多いんじゃないかというふうに思いましてですね、でちょっと今日ね、そういう方のためにね、ちょっとこうどういうふうに今後試験の、ね、当日まで、まあ、準備をしていくのかってことをですね、まあ、一つちょっと私の講座を使ってね、まあ、勉強する場合なんですけれども、ちょっとね、その方法をですね、ちょっとここでお話をねしようと思ってます。で、今日この説明用にですね、レジュメをまあ用意してまして、で、まあ、ウェブの方でこうね、アップしてますので、まあ、ダウンロードできるようになってますけれども、まあ、こちらね、ダウンロードできない方のためにちょっと画面の方にこちらね、映させていただきます。で、まあ、タイトルですけども、まあ、矢島担当の主な講座の一覧ということでね、ちょっとこちらの方に挙げてます。で、まあ、たくさん、まあ、講座がね、今私の方でいろいろあるんですけどもね、特に、まあ、この辺のところをしっかりとね、こう受講していくと、まあ、合格に必要な力が、ね、身につくんだということをちょっと、ね、概要だけ説明させていこういただこうと思ってますね。で、まずね、一つこの前提なんですけど、このレジュメの1個目のブロックのところですけれども、まあ、この、2020年の、ね、合格目標のこの今回の新しいパンフレットの方に乗っかっている講座、これいずれもですね、最新の法改正とかね、あと判例の方に、まあ、対応したような形でね、まあ、私の講座についてはですね、全て私の方でテキストを更新して、で、講義もね、全部新規収録ということで取り直しをね、しておりますので、まあ、安心してね、改正法のことはまあ心配せずにですね、そのまま講座をね、受講してもらえれば大丈夫なようになってますね。で、今度2つ目のブロックのところですね、このレジュメの2つ目のブロックのところですけども、合格に必要な能力を身につけるためのまあ4つの講座ということで、まあ、私の方でね、用意している講座をですね、ちょっと紹介いたしますと、まあ、どの講座を受講すれば良いかを迷っているという方はね、まあ、とりあえず次のね、4つの講座を受講すればですね、まあ、合格に必要なまあ知識とかね、法的思考能力、それをね、習得ができるというふうになってます。で、特にこのね、まあ、丸1から丸4が4つの講座なんですけれども、まあ、丸1と丸2がね、特にこう核となる講座で、丸3と丸4は、まあ、こう時間が短い講座なんですけどね、こちらは試験の、まあ、直前期に、まあ、受講を、することを前提とした直前対策講座という形になってます。で、ちょっとこの4つの講座をね、ちょっと順番に、簡単に説明いたしますと、まずね、丸1のところですね、矢島の速習インプット講座、まあ、こちらは全部で、まあ、108時間を用いましてね、それでまあ合格に必要な基本知識や重要判例、これをまあ体系的にね、まあ、丁寧に確実にね、まあ、習得をしてですね、それでまあ将来ね、どんな問題でも、まあ、本番の試験ってまあいろんなね、結構こう応用を試すような、ちょっとこうね、変わったような聞き方をするような問題も出てることもありますけども、まあ、そういうところにもきちんと対応できるようにですね、まあ、基本のところからきちんとね、こう理解をしていくっていうための講座ですね。まあ、とにかくまあ最終的にはですね、基本が大事です。もういろんなね、こう変わった問題が出ても、その変わったような問題ばっかりやっててもね、決して真の力っていうのは身につかなくて、まあ、あと試験考査員の方もね、出題者の方も別に、そんな変わった問題ばっかりね、こう、日頃から訓練してるような受験生、の合格をね、望んでいないはずなんですよね。やっぱ基本知識のところからしっかりね、基本とほぐして理論を積み重ねてですね、まあ、それで答えを導けるようなね、そういう受験生に合格してもらいたいと思って、それで問題を作ってるはずなんですよね。ですので、まあ、そういう問題に対応するためにね、まあ、基本的なところをまあしっかりと、この矢島の速習インプット講座でインプットをまあして、もらってね、それでまあ試験に臨んでもらうということをまあ一つ目的にしております。で、今度ですね、丸2の講座なんですけれども、この次のところですね、矢島の論文完成講座、まあ、これは全部で92時間ぐらいね、用いてやるものですけども、まあ、こちらはまあインプットをねした基本知識をですね、まあ、論文試験の事例処理を通じて、まあ、答案の形にするのにね、必要なまあ法的思考能力を習得するためのまあ講座ということになってますね。まあ、どんなにね、知識をまあインプットしても、結局本番の試験で問われるような形でその知識を使いこなせるようにしないとですね、試験にはまあ合格できないわけなんですけれども、で、そのね、まあ、その使いこなすっていうのは、じゃあどういうふうに使いこなせばいいのかっていうとね、どの程度まあその使いこなせばいいのかって言ったら、やっぱその本番の試験のレベルに合ったような形で、まあ、使いこなせるようにしなければいけないんですよね。まあ、その点でまあ過去問をですね、まあ、基本的には用いてですね、そこでまあその事例処理を通じて日頃ね、培ったまあインプットですね、それを使ってまあ三段論法をして規範を立てて、で、そのね、自分が立てた規範にその問題文の事実をね、まあ、うまくこう抽出して評価をしてですね、まあ、それで結論を出すというような、そういうまあ基本的な法的思考能力ね、それをですね、この講座でまあ学んでまあいくということですね。というわけで、まあ知識のインプット、
というのがね、まずこの促進プット講座の方できちんと固めてもらって、でその知識をですね、まあ、本番の試験で求められているような形でですね、まあ、法的思考能力を駆使してですね、ちゃんと文章の形にまあこうね、することができる、まあ、そういう能力をこの論文矢島論文完成講座の方で、こう学んでもらうというふうに学っております。と同時にやっぱりこの司法試験の論文試験というのはこう出題の人が採点実感というのをね、こう試験構成員のがまあ毎年こう出してくれてますけど、特に採点実感の方はどういう答案が良くて、でどういう答案が良くないのかってことを結構具体的に書いてくれてるんですよ。だからそういう点でまずね、過去問はしっかりとこうやると、いうことによってですね、まあ、本番の試験でどういうことが求められているのかとよくね理解できますので、まあ、それでね過去問を結構中心には取り扱っていきますね。ただまあそれだけだとこう重要な論点に関して穴ができてしまいますので、その穴を埋めるためにですね、まあ、予備試験の過去問とか、あるいはその全ての過去問を使っても結局さらにこう穴が開いちゃうような時もあるので、そういうところは私のオリジナル問題をね、使って、それでまあ論文試験に必要なこのね重要な論点のところをちゃんと埋められるような形で、まあ、講座をね進行していくことになっております。で、まあ、いずれも私の、ね、回答例、まあ、責任を持って毎年毎年こう、ね、文章をちゃんとこう書き換えてね、責任を持ってまあ作ってる私の回答例の方でね、こちらの方は学習していくことになってきますね。というわけで、まあ、この2つがまず核になる講座ですね。基本知識、試験の合格に必要なのはまずね最低限必要な、まあ、重要基本知識、法的な基本知識になりまして、そして、それをですね、まあ、その本番の試験で求められているような形でね、その応用を聞かせるっていう力、それがまあ法的思考能力ってことになりますけど、まあ、その法的思考能力をこの論文完成講座の方で身につけると、ね、基本知識は矢島の促進インプット講座、そしてその法的思考能力、それを、この矢島の論文完成講座の方でまあ身につけるという感じになりますね。まあ、この2つがまずこう合格に、もう本当に必須、私のまあ用意している講座の中ではね、合格に必須の、講座ということになってきますね。でさらにこの ③ と ④ をですね、受講を、ね、していくとさらに合格を確実なものにしていけるようにしているんですけれども、次 ③ ですね、矢島のスピードチェック講座というものです。こちらは 43.5 時間、まあ4時ね、43時間30分なんですけども、こちらは、合格に必要な重要論点や重要判例、ね、を試験直前期に短時間で、ね、まあ、効率よく、まあ、復習するための、まあ、直前対策講座ってことですね。まあ、試験直前期でインプットが、ね、間に合わないということで、まあ、焦ってる受験生も結構、まあ、例年、まあ、多く、まあ、いますけれどもね、そんな中で、まあ、そこで諦めてしまったら、まあ、もったいないと、試験1年に1回しかないわけですから、そこで諦めてしまったらもったいない、そこで何がなんでもね、その、食らいついてなんとか一通りの準備をしたいというね、まあ、受験生に向けたその直前対策講座ですね。短い時間で、本当に重要論点とかね、重要な判例をですね、ピックアップして、まあ、一気にインプットをして、復習をね、するための、まあ、講座になってます。でこの点矢島の促進インプット講座をね受講されている方が、その中でもそのね特に大事なところの復習を効率よくするためにもですね、ちょうどいい講座になってますのでね、まあ、そういう位置づけになってますね。でこれは前年度の、このね、矢島のスピードチェック講座は全部で4時間の、まあ、40時間の講義でやってたんですけど、今年度新しいものに関してはちょっと3時間30分伸ばしましてね、まあ、試験に必要な事項がちょっと、もう少しねこう説明した方がいいなっていうことをちょっと考慮して、今期からちょっとね、時間を伸ばしてますというかで、まあ、全部でね43時間30分、という形で、まあ、それはまあ、2020年の1月にですね、まず通学クラスで、まあ、実施すると、ちなみに通信クラスの場合は2週大体通学クラスで実施した日よりも、まあ、2週間後にですねその通信の方で、こうね配信されて受講できるようになるというふうにね、思っておいてください。まあ、とりあえずこう通学クラスの方では1月中にこう全部ね7科目必修科目7科目全部ね、実施することになってます。そして、今度ですね、次のページで ④ になるんですけれども、こちらが矢島の最新過去問山当て講座というものになります。で、まあ、こちらは司法試験の最新の論文過去問の分析とね直近の論文試験のね山当てをするための講座になりますね。まあ、最新の論文過去問っていうのは具体的に言うと令和元年のね過去問になりますけどね、まあ、そちらの分析と直近の論文試験の山当てをすると、まあ、令和2年のね試験をですねその直近の試験の山当てをするための講座になってますね。で特にこのね最新の直近の過去問をこうやる、まあ、意味っていうことがどこにあるのかっていうと、まあ、2行目以下のところに書いてあるんですけど、まあ、最新の過去問っていうのはね、まあ、比較的最近の試験構成員がね受験生に対してまあどんなことを
ね、求めてるのかどうかということをよく、ね、理解するのにはとてもいいツールなんですよね、道具になるんですね。なので、まあ、そういう、ね、その試験交際員の、まあ、こう考え方をよく反映しているような、まあ、問題を使ってですね、そこで、まあ、本番の試験で求められているようなその法的思考能力の特に 質ですね、質、どういうことがこう、ね、求められているのかどうか、その事実のこう評価の仕方とかね、まあ、そういうところ、どういうところが求められているのかってことを、この直近の、ね、一番最新の過去問を使って、その、ね、私の回答例を使ってですね、そのイメージを、することによって、でそのイメージを持って、またそのまま本番の試験ね、5月の、試験に臨んでもらえれば、そういうイメージを持ってない人と比べるとですね、まあ、試験って相対的なものですからね、100点満点取らなくても受かる試験で、他の受験生よりもちょっとでもいい答案書ければ、まあ、受かるわけなんですけど、そういう本番の試験で求められているものが何なのかってことがイメージできている人とできてない人とでは、まあ、相対的におのずとこう点数に差がつくはずなんですね。ですので、まあ、そういう、イメージをね、本番の試験でこう求められているような答案がどういうものなのかってことを、まあ、イメージできるようにしてですね、それで本番の試験にこう臨んでもらうための、まあ、講座になってますね。あとは、まあ、山当て講座を、まあ、その講義の、ね、後半の方で、まあ、各科目1科目3時間で7科目あるんですけど、その1科目ごとに、ね、前半後半で、前半が大体この、こちらの最新過去問の、ね、私の回答例使って、どんな答案が求められているのかってことをやって、で後半の方ではですね、この直近の、ね、試験で何が出るのかどうかってことで、その山当て講座をやっていくと、で、まあ、例年結構山当たってるんでね、まあ、よく私の方で分析してますので、まあ、そこで、山を、ね、しっかりと、張ってもらってですね、まあ、本番の試験に臨んでもらうということですね。まあ、これも相対的なもので、ね、山が当たった時に、まあ、やっぱその力がですね、攻撃力が非常に大きいものになってくるということですね。もちろん日頃から、ね、山を張らずに、コツコツとちゃんと体系的な勉強していくのが、まあ、一番いいわけなんですけど、まあ、それをやってることを前提にね、さらに一応特に出そうなところっていうのちょっとこう意識をして、そこを重点的に勉強しておくとですね、まあ、それをやってない人と比べるとね、それをやってる人の方がまあいい点数が取れるはずだということでね、それでこういう山当てをまあやっておりますね。さてで、大体このね、今の丸1から丸4までのものが、まあ、私の方で合格に必要な講座という形で、まあ、提供を、ね、しているものになってきます。であとはちょっと若干細かい、講座なんですけれども、まあ、メインの、ね、講座ではないんですが、この次の丸5のところですね、こちらは、まあ、担当対策のためでね、に私が作っているもので、まあ、矢島の担当対策シリーズになりますね。で、まあ、司法試験に関係あるものとしてはね、まあ、いろいろ予備試験の方をちょっと想定していろんな科目出してるんですけど、まあ、司法試験の方ではこの家族法のものですとか、この1個目の、ね、家族法、それから一番最後のこの憲法統治ですね、まあ、この辺のところが、役に立つんじゃないかというふうに思いますね。まあ、そんな感じでね、担当の方もちょっとこう心配だ、基本的に矢島の即死インプット講座の方ではしっかり勉強をしておいてもらえれば、まあ、担当試験でね、まあ、憲法と民、司法試験の場合は憲法と民法と刑法の3科目ですけど、まあ、6割はね、最低合格ラインには届くはずなんですよ、どう頑張ってもらえればね。ただ、まあ、さらにこう点数をこう、ね、伸ばしていきたいということになったらね、こちらの方の家族法とか憲法統治の方を利用してもらえればね、まあ、8割9割をまあ狙っていけるように、なるんじゃないかということでね、まあ、それでこちらの担当対策シリーズの方をご提供しておりますね。まあ、もちろん矢島の即死インプット講座ね、期間講座の丸1の矢島の即死インプット講座、しっかり本当にちゃんとしっかり復習をねしてもらえれば、まあ、6割どころか7割以上、あるいはうまくいけばね8割近く取っていくことはね可能だとは思うんですけど、まあ、単純にこの担当対策シリーズで知識を入れちゃった方が点数取りやすい時もあるんですよね。担当試験っていうのはね、あまり深い思考を求められてるわけじゃなくて、単純にこう知識を聞いてくるような、問題に対応するためにはね、どんどん短い時間で知識を入れていった方が効率がいい時がありますので、そういう点ではこの担当対策シリーズの方はね、そういう形でこうインプットするものになってますので、まあ、担当のためには効率のいい講座になっておりますね。さてでそれから今度丸6のところですけども、改正民法対策講座ということで、こちらはですね、まあ、既存の改正前の民法ね、ちょっとここ近年民法の改正で債権法とか相続法の方で大きい、改正がありましてね、で今度の2020年度の司法試験からは、まあ、改正法の方が出題されることになってますけど、改正前の民法を勉強している人はですね、その改正5の民法とこう、ね、5人混同しやすいんじゃないかと思うんですよね。まあ、そんな中でこの改正民法対策講座っていうのはね、まあ、改正前の民法はこうで、改正後の民法はこうなってるんだってことで、そこの、ね、改正前後の
前と後の、ところをこう意識しながらですね、改正法のポイントをちょっとこう要点確認していくようなための講座になってますね。私が今年、この2020年の合格目標のためにこう提供している講座は基本的には全部もう改正法対応がされてまして、改正前の法律にはほとんど触れないんですね。もう改正法がもう最初からあること前提にですね、こう講義を、進めていくものになってます。ただこの改正民法対策講座だけはね、その改正前の民法がこうなってるんだということを確認した上で、その改正法の要点をね、勉強していくってものになってるので、特にその改正前の民法をね、ちょっと学習した経験がある人で、ちょっとこうね、混乱しそうだな、改正後と改正前で混乱しそうだなっていう、なんか心配がある人はこちらの講座をね、利用してもらえればですね、その混乱なく新法の方の勉強が今後ね、進められるようになってますね。でその新法の方は矢島の促進インプット講座とか、矢島の、ね、論文完成講座とか、矢島のスピードチェック講座の方でやって、もらえればというふうに思ってます。それから、あとはですね、この丸7ね、こちらはちょっと選択科目で労働法限定にはなってしまうんですけれども、私の方で労働法の方を、ね、インプットの講座と、あと論文対策講座という形で、この選択科目総整理講座の矢島の労働法というのはやっております。こちらは矢島の促進インプット講座と矢島の論文完成講座がちょっと合わさったような講座でね、ちょっと労働法だけで恐縮なんですけどね、選択科目いろいろあるのにね、私が自分が受験生の時に労働法やってたものですからね、労働法という形でちょっと自信を持って出せるものがね、ちょっとやってない、今までやってない選択科目を出しちゃうとね、ちょっとこう申し訳ないかなと思ってね、自分が自信を持ってこうね、受講生を合格に導けるちょっとこう科目限定してやらせていただいてますけどね、そんな感じで労働法に関してあります。あとはこの直前対策の講座をね、労働法6時間っていう形で、毎年3月ぐらいに、これはパンフレットに載ってないんですけどね、毎年突然やること決めて事実上やってる講座なんですけど、こういうのもね、大体3月ぐらいにやってますね。普段はこうね、選択科目総整理講座の矢島の労働法っていう形では勉強してもらえればと思うんですけどね。であとはもう丸8丸9はちょっとニッチなもので、予備試験とか矢島ゼミとかね、ちょっとこう通学クラス限定とかってなっちゃうんで、大体こんな感じのところですね。丸7のところをですね、選択科目含めて、この辺のところまでのちょっとご案内ということになります。で、以上がこのね、私が今年2020年の合格目標という形で制作をねしている講座の概要なんですけれども、結局勉強の方法って、合格者の人に聞いてみるとね、やっぱ一人一人がもう全員もう千差万別で、いろんなやり方をしてて、唯一のね方法っていうのはないんじゃないかというふうに思うんですよ。でこの私の方でも一応この講座の方のご案内はしてますけど、別にこの講座に限らずね、いろんな勉強の方法っていうのがあると思いますので、何かね、自分でこう合った勉強法っていうのを見つけて、でそれで、そのね合格目指して、しっかりとね自分の方法で、それを信じてね勉強していってもらえればと思うんですよね。ただいつまでもねその方法のことばっかり考えていて、その中身をね全くやんないということになっちゃうと合格に近づけませんので、早いうちに方法は決めてね、で方法は方法決めたらね、それも信じて、もうそこにひたすらね、もう勉強していくのがいいんだと思いますね。そんな感じでですね、今いろいろこうね悩ましい時期なんじゃないかと思ってね、でそういう状態だからこそこういう動画をご覧になってると思うんですけど、早いうちに自分でねやることを決めたら、あとはそれを信じてですね、学習に邁進していってもらえればと思いますね。その手助けをするために私の方で講座を提供しているというね、そういうイメージで持っていただければと思います。あとは私の方でいろいろ無料公開講座もね、レックの方で、こう提供してますので、なんかねこうパンフレットの後ろにいろいろ載ってますけれどもね、司法試験のパンフレットの後ろに載ってますけど、そういうのでちょっとこうね、こちらの無料公開講座の方になんか来てもらえればというふうに思いますね。あとは予備試験の方では、本番の試験ね、7月に論文試験があって、刑訴法と今年私行政法の解説やることになってるんだけど、それは司法試験の受験生にも役に立つと思うんですよね。予備試験の受験するわけではないけど、こう基本知識をね、その論文の、一応予備試験の問題で、ちょっと司法試験の問題とは若干質が違いますけど、刑訴とか行政法とかね、そういう、ものをちょっと答案の形でね、学ぶっていう機会にもなると思いますので、そちらの方の無料公開講座なんかにもね、来てもらっても全然問題ありませんのでね、司法試験の受験生でも別に予備試験の方来てもらっても構いませんので、そんな感じでね来てもらえればというふうに思いますね。
というわけで、まあ、大体、こんな感じのところになってますけれどもね、まあ、ぜひあのこのね、特にまあ夏の間なんかはこう、ね、なかなか勉強のモチベーション上がらない人もまあいるんじゃないかと思うんですけども、まあこうね、放送になりたいと思って、まあ、この世界に目指したわけなんですからね、まあ、あの早くね、合格をしてその好きな仕事をね、できるようにね、頑張っていっていただければというふうに思いますね。じゃあ、まあ今回ちょっと短い時間でしたけれどもね、私のこのね、講座のご案内の方は終わりにいたします。じゃあ今後ともね、勉強の方をぜひ頑張っていってください。